ディエゴデラクルスによる聖母、マリアとはベルフェゴールやサタンに使え、筆者者の仕事に誤りを持ち込むとされる悪魔。キティビラスが初めてその名で言及されるのはウェールズのヨハンニスによる回春論である。礼拝中の無駄話や言い間違い、口ごもり、言葉の飛ばし読みなどを収集し、その誤りを犯した者の悪事として感情するため、サタンに引き渡す悪魔とされることもある。 マーク・ドロジンは、キティビラスを、筆者者を甘やかす悪魔と呼ぶ。書子が写した本にはどうしても誤りが入り込むとはいえ、それに対する安易な言い訳として持ち出されるからである。また、ドロジンの中世のカリグラフィー、1980年によれば、オックスフォード英語辞典は、半世紀近くにわたる、そのすべての番で、あろうことか、キティビラスに関する最初期の言及の例に関する、 客中のリファレンスとして間違ったページを掲載していた。とある。キティビラスはいわゆるドタバタキ劇において人間の虚栄心を長老するような転覆的なキャラクターとして幅広い役割を担っている。中世後期におけるイングランドの野外劇、例えばタウンリーサイクルを締めくくる審判がその典型である。中世イングランドの演劇、人間はキティビラスを主人公としている。 ありがとうございます。